選択をしていただいて、でちょっと待ってください、僕らも参加するので、オプションを押してください。待機をしてください。はいはい、じゃあ新規制作で、はい、新規制作でお願いします。はい、誰でもいいんですか？誰でもいいです。どれがいいですか？あら、まあ、私は実はもうそのビータの頃から決めてたキャラがいて、はい、まあ、やっぱアマゾンかなってところがいいですよね。ありますので、はい、まあ、名前はこのままでいきますかね。そうですね、お願いします。でもハニーブロンド、あ、じゃあとりあえず作成で、ピンク色も可愛い。私はね、大体いつもこれでいってました。ハニーブロンド、素晴らしい、はいはい、じゃあ、2P そっちお願いします。では私いきます。あ、まだ押してない感じですか、これ。ミリさんは、マルボタンを、はい、はい、はい、お願いします。では私いきますね、はい。私一応操作レスを使おうかなと思ってます。お、操作レス、ちょっとね、上級者向けなんで、はいはい、皆さんのサポートをしつつ、はい、ありがとうございます。ちょっとこの操作レスさんのお胸がどうなってるのかっていうのも、そうなんですよ、本当に気になるところなんですよね、はいはい、なかなかこのね、アクションが目が離せなくなりますよね。女性キャラが続いたんで、じゃあ僕ファイターでいきます。結構火力があるパーティーなんじゃないですか、はい、これは、ね、火力がなかなかいけてると思います。君は酒場のテーブルにつき、うん、ちょっとこのロニー君のあれは少し飛ばしましょう。皆さん丸ボタンをネタでお願いします。まだ駆け出しの本当は聞きたいけど行っちゃいます。はい、来ました。あ、で、皆さんにちょっとチュートレイをリプレイしてもらおうかなと思いますので、はい、お願いします。基本操作、まあ、移動ですね、はいはい、ジャンプ、このジャンプの時の見てください、お尻すごいですよね。このアマゾンのお尻ジャンプ、これ、はい、PS4 になったらスクショ取り放題ですから、うん、皆さんこれはもう毎回すごい。で、まあ、ダッシュで回避ですね、はい、とにかくお尻がすごい、はい、攻撃もね、えいえいえいと、あ、敵がいますよ。そうです、ありがとうございます、はい、連続攻撃、上攻撃スライからのスライディン ング、慣れたもんですね、素晴らしいです。そして空中攻撃、はい、はい、これが意外とすごいスタイリッシュに見えるんですけど、意外とやってることはそこまで難しくないっていうのがいいですよ ね、簡単に連続技が決められるのも楽しいポイントですよね、はい、うんうん、ガード、はい、ガード、もうちょっとそうですね、ゴブリン敵の攻撃を食らってもらって、来い来い、来た、はい、いいですね、リチギなチュートラリアですね、はい、メガスマッシュいきますぜ、はい、アトリよっしゃい、武器を投げるんですよね、はい、そうです。で、この肉弾性もいいんですよ、かわいい、これもかわいい、クロスボウ、クロスボウ、ゴブリンを倒していただくと、よこせ、拾いましょう、いただきました。なんと、わ、連射が効くのがいいですよね。これがね、また強いんですよね。ちょっと倒してみましょう。倒していただいて。ありがとうございます。アイテムスロット。はい、アイテムです。はい、でここにいろいろあるんですよね。そうですね。はい。ヒールポーション。で、またこれ、ポーション飲むのが可愛いんですよ。可愛いですよ。これ。いいですよ。こういうポーションも可愛いんですよ、本当に。それぞれのキャラの、なんかね、特徴出ますよね。そう、やっぱね、バニラウェアさんのゲームはいちいち、綺麗だし可愛いポイントです ね、 そうですね、重要なポイントです。あ、リンゴだ、またリンゴもね、はい、美味しそうなんですよ、これが、はい、これ可愛いですよね、食べるのも、はい、こう常にお尻をアピールしてるところもいいですよね、アマゾンは。そうですね、はい、チャームポイントですからね、一番、はい、その扉の鍵開けてやろうか、開けてください、そう言って現れたのがロニー、ロニー、ロニー超可愛い、ロニー可愛い、丸出しの君がその時は扱いやすそうに見えたのだ。ロニーがこのゲーム結構いろいろサポートしてくれるんで、意外と重要なキャラクターです、はい、そうですね、はい、なんかすいません、ロニーさん開けてもらっていいですか。ロニーとのやり取りがすごいなんかクラシックなゲームのイメージになるっていうか、うん、そうですね、こんな可愛いやつなのに、行きましょうか、はい、はい、みんな大好き宝箱、そうです、宝箱開けておくれ、そうですね、ロニーさんすいません、開けてもらってもいいですか、こっち、はい、イエーイ、お宝、クロスボウをゲットしました。それとオークが、オークが来ました、オークが来ました、オークがまずは連射で、まずは連射で、いいですね、田中敦子さんの声、ね、田中敦子、そうか、田中敦子さんだ、そうなんですよ、かっこいい、正義、
です。 OK です。こんな感じです。はい、はい、いやなんかちょっと当時の記憶が徐々に蘇ってきますね。蘇ってきました。はい、もうちょっと飛ばしていきましょうね。ありがとうございます。さてさて酒場、はい、酒場から出ていただければ。じゃあここから我々も合流しまして、はい、ね、はいはい、一緒に冒険しましょう。ボスを倒しに行きたいと思います。でこのロードのたんびにバニラウェアって入るのがいいですよね。これこのハイドランドへやってきた。ちょっとこの本ポイントの街で少しさまざましてから、ダンジョンに入れるようなので、この語りはちょっと飛ばせないんで聞いていただいて。生きて戻れるのは一握り。怖い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 。仲間を攻撃できるんですが、仲間と仲間同士で争わないでください。争わないでください。すいません、ちょっとギルドへの登録を進めておく。ギルドへの登録、はい、そこに、はい、もうちょっと、はい、そうですね、はい、行けるようになりますので、ちょっと待っていただいて。今マスターの説明の後に入れるようになるんで、はい、行きましょう。入ります。はい、強そう。中央に君はギルドへの、確かに君の装備は立ち去ろうとする君にギルド長はモルガン、モルガン、はい、はい、これで道具屋の場所とか教えてもらう感じですね。ちょっと私の斧が今ボロボロらしいんですよ。認められるためにまず君の壊れた装備を、こんなボロボロの斧じゃギルド登録なんかできねえぞということで、そうです、そうですね、修理を、またお胸が魔法道具店へたどり着いた。魔力を封じた成功が強い。すごいですね、はい、この世界の女性みんなグラマラスですね、かなり。すごいグラマラスですね、本当に。じゃあ修理どれにするの。ポールアクソを直してください。はい、100円払います。直ったぜ。装備の修理だけでなく、はい、ふんふん、持ち帰った装備品の鑑定。ああ、そういえばそうです、延々と装備をこう集めては鑑定してたな。そうなんですよね。装備は万全だ。ランクは分かるんですけれど、はい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 、何を拾ってきたかが分からないので。そうだそうだ、登録できるだろう。ぴょんぴょん。冒険を進めるにはギルドの様々な協力が必要だ。ゴルドまた戻ってみてください。行きましょうか。ありがとうございます。広い方の中央には、君は新品同様の獲物。さて君はどうする。じゃあどうしたらいいですか。どうしますか。 A と B、 神殿の遺跡で、ほんほんほん、遺跡に行くらしいですよ。そうです、じゃあ遺跡に行きましょうか、はい、マップも開けます。ゲートに行けますよ。ギルドの加入試験として、行くぞみんな。神殿の遺跡に向かい、勇士ローランの仕事を手伝う。町外れの遺跡に、あー、痛い痛い痛い、スライディング事故がみんなで。ゲートを使えば操作ランドダッシュがかわいすぎる。容易に旅立つことができる。はい、さあ来ました。はい、はい、ダンジョン行きました。行きましょう。ここから冒険が始まるわけですね。はい、綺麗ですね、こういった細かいところから。う、ね、こういう背景も全部冒険になって、すごい綺麗になってるんで、はい、バニラウェアさんが描くファンタジーの世界ってなんでこんなに綺麗なんですかね。ね、本当に未だ始まった。懐かしい、これ神話に残る古のドラゴンがこの文明を一夜で滅ぼしたと伝えられている。そうだ、なんかビータの頃とかは画面をタッチすることでなんかいろんなものが手に入った気がするんですけど、今回は右スティックでいけるんですね。そうです、 PS3 版もそうなってます。そうですね、はいはい、なんかいろんなギミックありませんでした。あります、確かあります、あります、あります、あります。山に開けてフィールド上で光ってる場所をタップしたりとかする。本当はこういったルーン文字とかも後で解読できるようになったりとか、ね、そうだ、なんかありましたよね、はい、これそうです、トレジャーランク、なるほど。今日はでもとりあえず寄り道なしでまっすぐ行ってくださいということなので。寄り道したいまっすぐ行かせてください。なんかいろんな、おお、サミエルに紹介されたサミエル、ローラン、ローラン見つけた。強そう。冒険者ギルドに加入、仕事を手伝う。行方不明者が失踪して、行方不明者が失踪、探しましょうみんなで、はい、探しましょう、探しましょう。あれ、なんかこことか入れませんでしたっけ。入れますが、そうですよね、入れますが入らないですか今日は、今日はこのままということなので。入りたい。まっすぐ行きましょう。まっすぐ行きましょうか。しょうがない、なんかいろいろそう、ダンジョンの中にもなんかギミックがあって、普通にやってるだけではたどり着けない場所もいっぱいありましたよね、確か。あります、あります。 A ルート、 B ルート行ってから、そうだ、さらにまたタクシー行ったりとか。今日はとりあえずもう目の前のモンスターをぶっ飛ばしながら行きましょう。
やオッケー誰も、じゃ私クロスボウ持ちますよ。持ちますか、クロスボウ行きましょう、行きましょう。お、ロニーが何か拾った。ちゃんと拾ってくれて、ロニーが拾ってくれましたね。穴から、穴から来るんで罠が来ますから。あ、そうだ、危ない。そうだった、でも宝箱欲しい。危ない、絶対刺さるなよそんな、そんな振りをされると、絶対刺さるなよ振りをされるとコウモリ。お金、お金。まだ最初なんでスキルがね、あんまり覚えてないんで。そうなんですよね。そっか、なんかいろいろ覚えてきますよね、確か。ソーサレスとかはすごい魔法とかを覚えていくので。ここもなんかありました、あった気がする。あ、まず骨、まずちょっと骨を、骨を、骨を君は持ち帰りましょう。冒険者寂しいわ、持って帰ってあげるよそう、ここも実はね、ひび入ってるんで。なんかありましたね、ここあるんですけど、はい、え、行かないですか今日は。まっすぐ、あ、まっすぐ、今日はまっすぐということなので。来た、皆さんぜひ製品版で探してみてください。ぜひ、いっぱいあるんで、本当に。へいへいへい、いいっすよ、いいっすよ。いいですね、やっぱりこう友達とかと顔合わせてやるのはいいですね、こうやって。そうですね、また新たな楽しみというか、また新しい。このゲーム本当に友達の家で酒を飲みながらやるのが最高です最高です。こうなんか挟み撃ちできるのとかいいですね、やっぱり。出たー、ハーピー、ハーピー、ハーピーですら美しい。あー、でもいきなりモードだ。あー、ちょっとラインをうまく、そうですね、取りながら回避しつつで。危ない、捕まれるよ、危ない、危ない、危ない、俺死んでも行くぞ。ここではめたい、はめとる、はめとる、ええやん。結構操作ですが対空が強いのでいいっすね。その分でもね、MP が使い切っちゃうとこうチャージしないといけないんですよね。あ、そうだそうだ。危ない危ない危ない。えい、肉弾戦だ。えい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 、武器がなくなって戦えるんだぞ。でもあとちょっとですね、あとちょっと、あとちょっとですね。はい、あれ誰もピンチにならず結構さすがじゃないですか。ちょっとこの3人でやったら余裕で、余裕ですね。宝だ、終わりです、ありがとうございます。今急にボスがやられましたけれども、早かったですよね、ボス。4分32秒ですもんね。すご